写真拡大。楽天7の3セーブ。楽天は投打が噛み合い解消した。先発の田中将大投手が2勝目を挙げ、新型コロナウイルス陽性者で苦しむチームを救った。4回以外は全て走者を出す投球内容だったが、失点は5回に鈴木に浴びたツーランのみ。打線の援護も受け、要所を締める投球で7回8安打2失点でまとめた。長男が大ファンという鈴木大が3安打3打点と活躍。最初のタイムリー打った瞬間、息子が喜ぶわと思いましたと笑い、隣の鈴木大にありがとうございます。隣に立たせていただいて、息子が喜んでますとうなずいた。本拠地では5月1日のロッテ戦以来、339日ぶりの白星となった。もう、お久しぶりです。5月からいなかったので僕、今年はたくさん、ここに立てるように頑張りますと。